はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。近畿の国18をね、まあ今までとは全然違った編成で攻略していこうっていうのが今回の動画の趣旨になります。で、今回のね、一番の見どころっていうか推しキャラ、アマテラスですね。アマテラスはこの間のアップデートで、この間っていうかもう前々回になっちゃったのか、前々回のアップデートでまずステータス面はかなり強化されました。で、あとはこちらですよ、超ダメージオール、シールドブレーカー、状態上回復、友情コンボがコピーとスピードアップです。もう最高ですよね。で、孫悟空と、まあ、孫悟空のね、加速プラス、おののこまちの状態上回復プラスとか、これを2つコピーれることによってだいぶ強化されたんで、かなり強くなったんじゃないかな。要はね、暴れが強くなった、暴れるのがこの編成だと。ということで、今回はね、加速パーティーでやっていこうと思います。アマテラスのスピードアップ S と孫悟空の加速使えばもうだいぶ速いですからね。小町なんでもともとダッシュ M 持ってるし、もう大暴れです。まあ大暴れした価値がないようなショットをしちゃいましたけども、そこはすいません、そこは技術の問題です。さあ、下直しか。おっと、あー、すいません、完全にクソみたいな一手をしちゃいましたけど、ご了承ください。よっ、奇跡的に孫悟空に触れないね。まあいいか。そしたらこれは縦勘で、本来と倒し方が全然違うんですけど、ご了承ください。本当はね、最初にスプリッツァー2体倒して魔導士を真ん中に呼び寄せて魔導士の間にはまる、これがベストだと思うんですけども、まあすいません。OK。 小町強いね。小町はもともとも速いしね、それが加速2回踏むことによってさらに速くなる、いいじゃないですか。このクエスト自体がまずそもそもで長いんですよ。長いっていうか、だるいっていうか、難易度がどん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 上がってて、ボスのラスゲートその手前とか結構難易度が高いんで、そこで負けるとね、心が折れてしまうんですよ、私の場合は。だからこそ嬉しい、この加速2体は。加速2体でガン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 進めていこう。いいね、いい勝負する。アマテラスもね、攻撃力もね、1万3000ぐらいから1万8000ぐらいまで一気に上がったんで、普通の星5キャラと同じように動けるんですよね。HP もね、そんなバカみたいに低いわけじゃないんで、2万2000ぐらい確かあります。OK。いいね、加速。で、あとはね、アマテラスのおかげで、今まで、小野の小町のターン自身では状態上回復が若干しづらかったんですよ。それもね、解消されてるんで。あ、いいね。稼いでる、稼いでる。小町か。加速すれば届く。いや、話早いね。本当に強いぞ。で、アマテラスで決めと。あ、真ん中の弾。真ん中の弾、あれシールドなんだ、部類は。壊せるのかな、まあ、壊してもあんまいいことなさそうだけど。そしたら、あ、孫悟空か。孫悟空のターンだと微妙だな。すごいね。本来だったら止まるところからさらに下までダメージを与えてくれた。いい仕事してくれる。これも状態上回復ブラストを出せるんで直せます。使い勝手がいい。さあ、あとは、はまりに行く感じか。はまりに行く感じだけど、貫通なんだよね。貫通か。そうなんですよ。ここ反射タイプだとガツッとはまって終われるんですけど、貫通だといかんせんね、削っていくしかないんで。
あ、抜けた。すいません、抜けました。ただ、ね、孫悟空のターン、これが直せない、これが直せないのはもうどうしようもない。そうか、で小町のターンもここは直せないのか。ここは気をつけなきゃダメだな。そう、あんま2体は直せますけど、にぎみ玉自体は直せないのか。うん、そうですね、注意しよう。そしたらここは、うん、いいね、加速しながら。オッケー。孫悟空か。あとはね、孫悟空がいることによってアマテラスのターンもね、かなり火力が出しやすいです。殴れる回数が単純に増えるんで、もう10いい削りしてくれました。あとはもう多分小町で一筆できるんじゃないかな。あ、悟空か。いいね、加速が出る。孫悟空のターンで動くとアマテラスに触るとね、あのメイン友情加速、サブ友情加速っていう素晴らしい状態になれるんで。オッケーオッケー、削りも早い。あとはアマテラスのストライクショットか。そう、アマテラスのストライクショットは触れた味方に触れたび HP 回復なんで、キスキルみたいな感じになるのかな。多分自強化のない状態で回復のみになると思います。さすがにね、キスキルのストライクショットはもらえないと思うんで、星5なんで、とかまあしょうがない。ガイドが助かる。あとは右下か。オッケーオッケー、孫悟空なら直せる。そうなんですよね、こうやって小町使ってるとやっぱ強いんで、小町欲しいな、もう一体。モーセの時もそうでしたけど、やっぱ進化も神化も使えるキャラってのは本当に素晴らしいですね。使い勝手がいい。もう削った。さあ、はまれるかどうか。左がはまってくれば一発だけど。OK。あ、一発じゃないんだ。そこまでの火力が出ないか。で、孫悟空のターンは直せない。うっそ。それは予定外だな。これね、だいぶ予定外です。どうするか。状態上回復ブラストをうまく使うしかないですね。あぶね。で、にぎみ玉も状態上回復ブラスト当ててあげれば治るから、ギリだね、ギリ。先に直してから。直してから上。あ、オッケーオッケー。あぶねー。結構焦りましたね、今のは。まさかあそこまで感染毒が広まると思わなかったんで。ことなきは得た。あ、でもやっぱそんなに削れないな。やっぱちょっと攻撃力が不足してるんで、まあ、そこら辺ね、身で強化してあげればなって思います。私の場合とりあえず突起をつけたんで、多分大した身はついてないんで、毛が減りだ、まあ、悪かないけど、並んでくれてありがとう。オッケーオッケー。感染毒さえなければね、このクエストも別にきつくはないん で、そもそもでね、このクエスト、まあ、最近もそうなんですけど、友情コンボ自体がそんなに強くないクエストが多いんで、近畿って、直殴り強化で、稼いでいく感じの。
まあ、だからこそ、爆発とか加速とか、この辺がしっかりいきます。あら。今のは下を狙ったんですけどね、下の、一周回って下のダコ倒してくれることを祈ったんですけど、ダメでしたね。そうそう、やっと倒してくれた。これ残したまんまね、ボス特攻しても別にいいんですけど、割合攻撃か。割合攻撃来た時にフォーミングとか来ちゃうともうどうしようもなくなっちゃうんで、確実にダコは処理してからのがおすすめです。ついてるね。直せる直せる。そこなら直せる。オッケーオッケー。で、小町。若干暴れ気味に。あ、ミスったな。で、すいません。伝え忘れたんですけども、この、18か。18のヒーリングオールはほぼ回復しないんですよ。ボスになってからは。覚醒後か。ご注意を。今のは、小町はね、紋章力で回復しただけなんで。さあ、でもまずくなってきたな。ストライクショット打ってみるか。お、回復量すごい。攻撃力が上がってる感じはしないな。ま、ちょっとは自強が入ってるのかな。いや、ダメ入ってきた。え、次即死？そっか、ダメだ。これだと感染力切れば、いや、しょうがない。孫悟空のストライクショットは、感染力を広めますけども、自強化としての威力は半端ないです。これ、次がね、小野の小町だからこそできた行動です。それ以外ではやめた方がいいです。もう全員に絶対広まっちゃうんで。そしたら、最低限で2人ぐらい直さないとまずいね。お、いいね。十分十分。いや、でもちょっと焦ったね、今のは。やっぱ加速いいわ。この神社の処理も本当に貫通だけだとちょっとやりづらいんですよ。加速がいるからこそできる。あー、もったいない。よし、処理完了。横間で稼ぎたいけど。お、つえ。確か、小野の小町攻撃力めちゃくちゃ高いっすよね。もう、進化しか使ってないんで、覚えてはないんですけど、だいぶ強かった気がする。お、強い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 。さあ、覚醒したけど、あ、よかった。そう、アマテラスに来ちゃったらね、まずいからね、さすがに。OK。まあ、HP4 だけど、まあ、あんまり関係ないでしょ。いけるいける。最悪ね、小町のストライクショットで回復もできますし、これいけたんじゃないかな。倒せなかったけど、まあ、十分な仕事はしてくれた。いや、それはやめてほしかったな。見たまか。状態上回復プラス取っかな。行ってみよう。ギリかもしんないけど。お、直した。いい仕事するね。やっぱ友情コンボコピーと、こういうレアな友情いいですね。思ったよりも全然戦えてる。
BJ ね、振っとくか。いやでもそう、スプリッツァーが倒しづらいんですよね。ここでガネーシャとか入れたら楽なんですけど。いけたかな。やっぱちょっと足んない。うわ、すげえ痛え。 OKOK、まあ、とりあえず OK でしょう。でここでストライクショット打って HP 回復状態にしたままボス覚醒だね。あら、そんなに稼げなかった。ちょっと握り玉一応ラスゲ、あの覚醒後に取っときます。今まで覚醒させる予定だったんだけどな。手順がずれた。おっと、おっと、オッケーオッケー。いや小町のストライクショット助かるわ。残り3ターン、ギガマンが来た。ちょっとまずいな。まあ、ストライクショットで倒せるかな。OK。というわけで、加速に、まあ、サブ、いったらサブですけども、まあ、加速にっていうか、主に、アマテラスかな。うん。今回の試合がアマテラスでした。というわけで、アマテラス買ってみたでございますと。やっと19もあったか。はい。やっぱ小町も欲しいな。劇場引こっかな。というわけでご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ、バイバイ。